はい、まあとりあえずこの間セッティングして、まあ、ある程度まともに走るようになったんで、まあ、パワーコマンダーつけたら普通に売れるんちゃうかなっていうところまで来てて、まあ、速度警告灯つくけどね。ああ、そうじゃあ速度警告灯じゃあエンジン警告灯、はい、まあでもまあいけるんちゃうかなみたいなことで、でマフラーをね、はい、ターボ用じゃないですか全部、はい、これを量産するとなるとこんなもん俺、まあ、一品で作ったじゃないですか、こう当てがって、シドさんが頑張って輪切りにしてくれて、輪切りにしてくれた、あ、まあ、あれ溶接しにくかったけどな、こんなんいちいちこんな輪切り量産で手配できへんやないですか、シドさんにいっぱい輪切りしてもらうな、なるほど、刺すのもややこしで、でこれ、はい、あのまあスリップオンでなんけど、はい、こっからここまでちょっとシュッとしたパイプで、はい、もう業者さんに曲げてもらいたいんですよ、このタービンのこの出口ってまん丸じゃないから、ここはなんかこういうもん作らなあかんのって、ごっついもんで、こっから出てこう機械曲げで何回かでこう綺麗にこうすっとここに収まるようにしたいんですよ、でね、こんなもんどこに乃木育ててどこ基準にすんねんみたいな話で、だからもう 3D スキャナーですよ、 3D スキャナーですよ、でこれ前木川さんが買ってたやつなんですよ、前に一回紹介しましたよね、うん、木川さん買おうと取ったやろ、でなんか木川さん皿買うたらしいんですよ、で木川さんが皿買うたから古いやつ志田さんに売ったらしいんですよ、はい、がこれっすわ、はい、まあこれなんかあのしましまとお写真で、はい、こうなんかこうスキャンしていったらこれがモデルになるんですよ、でそれまあギザギザとかかけとるとことかあるんで、まあ結局そっから 3D CAD で修正せなあかんねんけど、もう変に斜めのやつとかそんなんがある程度でき出るんで全然ちゃうんですよ、こんなんエンジンのこの出口自体斜めやから何度傾いとんねんとか、どっから寸法取ったいねんとか、だからもう無理なんですよ定規ではっていうので、ちょっとこれやりましょう、はい、はい、でねこれの説明していきますと、はい、まあこれ電源とあの USB 挿すでしょ、 USB はパソコン側につなぐんですよ、でこれ挿して、まあ、そっちも一応 USB は USB なんですよね、これな、うん、はい、で電源は別で AC アダプターついてるんで、でこれをつけますと、でこれ立ち上がったでしょ、はい、でパソコンのソフトがあって、はい、なんかこれ1個古いんですよ、このクリアリティっていうメーカー、はい、なんかもう1個新しいの出たんですよ、新しいソフトをダウンロードしたらそれ用なんですよ、だ、はい、から1個古いやつダウンロードして使わなあかんねんけど、はい、でなんかこれ買うた時に USB ついてきて、その中にこれ固有のなんか値とか入っとるファイルがあるから、それインポートせなあかんんですよ、でそのなんか初めの初期のデータとか入っとる USB に、はい、志田さんいっぱいなんか仕事で使ってる図面のファイルとかむちゃくちゃ入れとったんですよあんなん用するわと思って、志田さんらしいっちゃ志田さんらしい、むちゃくちゃ散らかしとったであんのかもう間違って固有のファイル消す可能性あるから、ね、あのファイル消したら多分終わりやで、これも動かへんねキャリブレーションファイルがなんかって言ってなんかいるみたいな、あれかな、これ押したあもう繋がっとんやな、これ繋がっとんすわ、はい、でなんか新しいソフトやったらここに新しいやつの絵しか出てこなくてあかんねんわ、でなんか選ぶのがこれなんか手持ちとこれスタンドに置いて枠の方を回すやつと2種類あって、これ今一応手持ちにしとるんですよ、でこれでスキャンって押したら多分もういけるんちゃうかな、はい、行くでほんな SR スキャンしてみますよ、でなんか初めはこうなんかお試しモードみたいなやつで、はい、これが10秒間ぐらいあって、これで特徴点をなんかあれ認識しようのかな、うん、見失ったな、先動かしたからかな、もう一回行こうか、このもっとでかいとこ行きたいんか、この辺、あ、てか近いんや、離さなあかんって言うとったやんな、600からなんか何歩か離せって書いてある、800とか離せって言った、これでいいんじゃないかな、でこれで動かしていったらいけるのかな、マフラーがテカるから取られへんかもしれない、ターゲット見失ってますよこれ、あ、だけど認識した、これ深さとかは勝手に認識するから平面上で動かせみたいなことなのかな、本来なんかいろんな角度から撮った方が立体取れそうやけど、そういうことではないんだ、あ、マフラー取れた取れた、これ横に動かせばいいんだ、ちょっともう分かんなかったかな、あ、これ近いんか、もっと遠ざけなあかんのか、なんか近づいていってしまうな、近い方が取れるみたいな感覚になってそうやな、距離はこんなもんかな、サイレンサーはテカっとるからちょっときついかな、ホースとか結構取れたよ、意外や意外、ほんまのカメラ画像とこの 3D のデータが同時に見ながらスキャンできるみたいなことやな、なんかタービンのとこが丸々すっぽ抜けとるけどな、一番欲しい感じなのに、あ、今できてきた、はい、結構時間かかんねや、あ、複雑な同じとこでちょっともおらんとあかんのかな、ホース類外した方がええんかな、ちょっとまあこれでも一回行ってみる、これ一応なんか取れましたよ、なんかがこれで今なんか処理してますけど、木川さん新しいの買わかったっていうのはなんかもっといい
性能というか。木川さん、あの小学校の時のカンペンまだ使っとったでぐらい物持ちええのに買い替えるってことはなんかあんねん、はい、であとこれなんかな、あの反射を抑えるためにちょっとなんか塗料みたいなやつあるんですよ、すぐ落ちる、はい、サフェーザーみたいなやつ、はい、それ拭いてあのスキャンしたらええらしいな。まあでもこのマフラーはもうええ感じでくすんどうから取れたっぽいけど、うん、はい、味が出てますね。あのもうね、高熱にさらされとうから、これどうしようかな。これがなんか邪魔して取れてへんぽかったけどな。要はこのフランジの位置とこのここの差し込みの位置が分かりゃいいんやけど、はい、差し込みの位置はこれ抜いた時点で変になるんかな。あ、じゃあこことここか。だからまあそこそこ A 位置になるんか。だからこれここフランジ外してスポッて抜いて次それ取れば位置関係分かるかな。このピッチは多分分かっとうから、ここピッチ基準で縮尺修正すれば。お、来た、できましたよ。はい、皆さんこれ取ってください。これこんな感じっすよ。これでも荒いな。でさっきやったんやけど、これをなんかすんねん、 STL ファイルとかオブジェクトファイルで書き出しできるんですよ。それがどれやったかな。これこれフュージョンしたらいいんですよ。なんかフュージョンが何するあれなんか分からへんけど、あのフュージョンしてから書き出しってやったら書き出しができましたよ、はい、悟空とベジータが合体するみたいなみたいなことっすね。あ、お、できた。これこのデータに直したら結構あれちゃう、はい、おお、まあこれええんちゃう。これ前ゴマ外した方、ゴマって前のタイヤ外した方がええかもしれんね。これこのホースとかも結構ええ感じで出来上がっとんね。やっぱこのこっちが半分はやっぱちょっと面が抜けてしまっとんな。鑑識は結構綺麗に出とるけどな。これマフラーはこれこっちの純正のテカっとる方はあんまし綺麗に出てないけど、この俺が作った方はステンレス焼けとうから、はい、あんまり反射がなくて綺麗に出とるな。ということはやっぱサフェーサー的なやつがいるんすね。いったうんいるな、まあ、こっちのそのテカっとる方を取るんやったらな、はい、うん、でも他は大体出とんちゃうかな、はい、このアクチュエーターとかもこれ出とるから、はい、この辺りな、はい、まあ差し込みのところまで分かりゃええから、はい、うん、さ多分差し込みはあれやろ、あのカーボンついとうから、はい、ペンタブラック的なことになってあでも吸収しすぎても分かんのか。あ、そうなんですか。グレーぐらいが確か一番良かったね、うん、あのしましま投影するやつが見えなあかんから、はい、それをしましまの歪み具合で多分この曲率測っとっていうか、タービンもまあまあ出とんね。タービン一回外してターンテーブルの上で撮ったらもっと綺麗に撮れるかもしれない。あ、はい、もうこれでパイプ 3D 上ではあの設計して発注出せばいいんやな。それで一回量産用のやつ作ってみて、はい、いければ OK ねんけど、はい、このここの箱ですよ、はい、問題はこれ多分俺もプレスで作るしかないんちゃうかなって。もう金型設計しようかな、したことないけど、この、はい、でも俺これ箱でも設計したんやけど、まんま箱にしたら結構ダサかったんですよ。でこれはこれ外してスキャンすればもうできるな。できたら O2 センサーこっちにつけた方が熱的にええんやけど、これが伸ばせれるかやな。それだけクリアできればあとはこのニップル系を部品リスト作ってみたいなことですね。これも斜めなんやな。これもまっすぐフランジつけとうわけじゃないからちょっとフランジ斜めにつけとうから、はい、これもちょっとスキャンせなあかんな、外してってな感じですね、まあ、スキャンでこれだいぶ楽にしできますわ。はい、足立さん、これあかんわ、フォーク取らなあかんわ。ステムベアリング結構いっとったからいつか変えたいと思っとったんやんか。これ三股どないしてとろ。これセンタースタンドないんよな。これどないしてやったんかな。これジャッキであれだったんかいな。オフスタンド的にしたらいけるかな。ステムベアリングこれだいぶ前にこうだから箱ハゲハゲや。こんなとこかけれるもん。ターボのオイルホースが邪魔やな。ここかな、ここにかけるべきかな。めんどくせえな。今動かしたら指つけるかもしれない。なんで肩着がなくなってまうの。そしたらこれでいける、はい、これでええかな、はい、だいぶ置いたね、これ、はい、これでステムが抜ける距離があればいいけど、はい、タイヤ取ったら抜けるけどタイヤ取るのは嫌やからな。でも結局組むときにタイヤ取らんとしんどいんじゃないですか。あのベアリングの下打ち込まなあかんのか。あ、結局2人いるな、まあまあ、タイヤ取りたくないわ。でこれでフォーク抜いたりなんやしょるときにこかすんやろ。あのあるあるですね。あるあるやね。ガチャンって外れて、うん、なぜなこの正面からの、はい、ここにスキャナーが入らんかったんですよ、はい、だからもうこの辺のデータが全部欠けてるんですよ。こんなんバイク屋さんやったらいつも人が言うねんやけど、まあここからは一人でやりますわ、はい、また呼ぶかもしれんけど、はい、はい、つなぎ機体終わったらこんな感じでめちゃくちゃ作業が汚れた。なんでつなぎなんですかね。なあ、別にセパレートでも一緒やけどな。メカニックっていう身分を示すもんみたいな。
学生の頃とかやったらなんかかっこいいなとは思いましたけど、結局割と全部だよ。めっちゃ話したら綺麗に撮れんな。ちっちゃい子がテレビ見てる時みたいに近づいていってしまうけど、はい、一応これで、はい、でこれはこのまま端子は戻さずに置いといて、図面界との間に何か不具合あったらもう一回スキャンし直すみたいなことにしたい。端子も置いとくんですか。しゃあないやん。いやマジ邪魔なんですけど。邪魔や。邪魔や。あ、ほんであとこれマフラー外したところも撮らなかったね。はい、はい、じゃあ2回目マフラー外した状態でやりますわ。あんまりマフラーは綺麗に取れんな。マフラーっていうかあのサイレンサーの口がガム手貼るわ。これサイレンサーにこなしてテープ貼っとんだけど、これ剥がすの忘れて乗ったらもう取れへんな。えらいことなんな。いけた。位置上げて乾燥しましたよ。これ別に綺麗必要はないので反射だけ抑えればいいので、まあこんな感じですね。要は一番この面が知りたいんで、面の関係性が知りたいんで、ここに塗装が綺麗に乗ってれば位置 OK ですね。お、調子ええんちゃうこれ。塗装したから、まあ塗装落とさなあかんっていうデメリットは調子ええんで。あー、これでもなんかあれやな、ターンテーブルのスピードを自分で合わせろって感じかな。なんかおかしいぞ。ターンテーブルの電源はこの本体から取れんねんけど、360度回る前に終わってもて変な形になるけど、これターンテーブル箱に入っとってんけど、あんまり使ったような形跡なかったんやんか。みんなやってみたけど、木川さんも市場さんもやってみたけど、どうにもならんかったんかもしれんな。今ちょっとボリューム触ってスピード変えてやってみてんけど、さっきよりはまともに取れたんかな。なんか一周回らんねんけど。あかんな、手でやるわ。いいじゃん、失敗ですか。失敗ですわ、スカッチ。ターンテーブルの不調やな。テクニックスのやつ買います。あれ、あんななんか無理やり回して大丈夫なもんだから。そうなんでしょうね。うん。スキャンで撮ったやつの CAD に取り込んで活用する方法を編み出したんで、お伝えしたいと、ぜひ、はい、高橋さんに。っていうことなんですけど、はい、スキャナーは、はい、STL ファイルかオブジェクトファイルで保存できるんですよ。これをソリッドワークスで開きますと、開いたらもうこんな感じで変換が始まって、もうなんかエラー出てそうやけどちゃんと開けるけど、はい、こんな感じなんですよ。床ごといっとんねんけど、でこれこの三角の集合体なんですよこれ、はい、まあ、点がいっぱいあってそれ三角でこうつなげたみたいな感じのデータなんですね、はい、でこれまあいらんやつはくっついてなければこう消せますと、はい、こう消していきますと、今のところは、まあ、あったら重たいやろし、これいうやつやな、はい、これいうやつやろ、これ以外いらんやろ、はい、離れ小島はこの辺のやつもいらんから全部消しますと、でこいつはくっついた方がまあ消されへんけど、はい、まあ、こんな感じですと、はい、でこの排気のこここいつやな、ここと、はい、ここが定規で測られへんのですよ。何度傾いてこの平面がどうとか、この円筒とこれはマフラーささあのエンジン刺さるとこな、はい、こっちがタービンに入るとこ、このこれが分からんから、この関係性が知りたいんやけど、これこの機能を使ったらできることが分かったんですよ、はい、このメッシュからサーフェス作成ですよ、はい、でこのスキャンしたデータ の、まあ、ここの平面をこうこの面を取りたいとするやんか、はい、この平面であるであろうとこのこあんまりイレギュラーじゃなさそうなデータのこの三角を選んでいくんですよ。はい。多分この平均を取ってくれるんですよ。はい。こうちょっと遠いところが多分いいよね。だから。でまあこんぐらいまあ選んで、でこれで OK チェック OK したら、はい。あ、ここ選んでもなかった。ほら、ここの面ができたんですよこれ。はい。今ここ消してみるとよくわかるんですけど、これね、はい、面ですよ。さっきのこのイレギュラーなデータもありけりで完全に平坦ではないんやけど、はい、そんな低精度ではスキャンできてるんだけど、はい、まあ大体これさっき選んだ三角の平均値であるところに平面作ってくれるんですよ、はい、で次はこの円筒もこの
知りたいと、はい、つうのでこれも綺麗に取れてそうなやつを次はここ円筒があるんで、はい、円筒を選んでこの辺だけで選んだ方がいいかな。ほら、できた。はい。この選んだ三角の平均値で円筒を作ってくれるんですよ。はい。で、このここの面とこの面の、はい、どんだけ傾いて平面どうやねんみたいなのを、はい、ここで分かることができましたと。で、こいつを測ってみると、もうこれなんかしら出てくるんですよ、こう値が。はい。まあ、よく分からへんけどな。はい。でもこの中心軸を生じさせて、こいつと、この面の関係やったらなんか出るのかな。何度傾いてるとか、距離とか。で、まあ、このフランジとこの円筒は、すでにまあ、書いてるんで、はい、まあ、こことここに、はい、そのこいつらをのパーツパーツを合致させて、その間をパイプでつなぐっていう作図をすれば、はい、ちゃんと合う形にできますと、はい、いうことですね。これで可能になります。で、他のこういうパーツも同じように、はい、これはコンプレッサーから出てエアクリに行くやつやけど、はい、これとかも同じようにこう作動しました。これもなんか斜めつけてやんねんけど、はい、だからこれ何度傾いとるねんって言ったら分かれへんやんか、はい、定規でどうやって確かめんねんみたいなの、はい、うん、こうも傾いとるし、こうもなっとるしっていうので、これもちょっと分からんから、はい、同じようにこういう形で、これかな、こういう形で撮ってみました。元のこの三崎さんのデータを消すとこういう感じです。こういうことをやってみました。これを駆使すれば、まあデータが多少欠けてようが荒かろうが、はい、もう平面とかさえ分かってしまえば、はい、図面にできるんで、で全体のギザギザのデータとも結構ええ感じで被る感じの、はい、になっとるわ。ほらこれがこの車体全体スキャンした時のタービンやけど、はい、まあ大体同じ時期取るでしょ。ええ感じですわ。はい、ってな感じです。はい、いってらっしゃい